ああ、来た、核ミサイルが来た。やっぱり核ミサイル撃ってきたー。うげえ。やっぱり核ミサイル撃たれたー。こんにちは、バトルクルーザー19面。今回の敵は あいつですよ。あの悪夢のメガロドン級 核ミサイル撃ってくるやつね。前回はあのラプター級でこっちが先に核ミサイル撃って勝ったでしょう。今回はね、ブルシャーク級でやります。どうせまたこれステルス作って見えなくなると思うんですけどね。艦艇作ってるね。艦艇を作ってるから。よし、これができたら、迫撃砲塔を撃つでしょう。よし、そしたら防衛装置を1個、よし、シールド打つでしょう。どうだろうな、やっぱりもう1個迫撃砲打った方がいいかな。で、あとどうせ空からも来るから、対空ミサイルも撃って、今ステルス装置作ってますね、これは。そしたらね、あとはこれで一応防衛は大丈夫だと思うんですけど、ここでドローン大量生産を置いて、核弾頭ミサイルが6000時間で、こっちの方が半分でできるんだね、一応ね。もうあとは時間との戦いですよ。相手が核ミサイル撃つのが早いか、こっちの攻撃が早いかっていうところですね。できたね。そしたらね、航空機工場と艦艇工場を作って、ここはボマーでしょ。で、ここはプリレート艦を作って、まあで、あとね、敵のスパイを、スパイ衛星を作って、わ、相手ファイターが出してきてる。よし、相手の、あれ、相手別に何も作ってないね。核ミサイルもまだ作ってないじゃん。なんだこりゃ。脅威のドローン42体 いや、こんなにいっぱいいらないんだよ。あれ、
いや、こっちにもある程度いないと困るから。うん、こうだな。この鑑定はさ、こうやって目詰まりを起こすのが問題ですよね。ボマーだったらいっぱい作れば作るほどこうやって攻撃力が上がりますけど、鑑定はさ、いっぱい作っても戦闘のが戦闘のしか攻撃できないからさ、あまりこのドローンで大量生産しても鑑定はなんかあんまり意味がない気がする。さすがにこのボマーの物量には勝てんだろう。飽和攻撃ってやつだな。続いて20面もプレイしますね。この面はね、一番難しいかもしれん。この6上級なんですけど、まあ鑑定作って単勝法作ってどんどんずっと攻めてくるんで、こっちがね、いつものように防衛してると、防衛してから反撃っていうのができないんですよね。だ、今回新しく手に入れたハンマーヘッド級を持ってきました。艦隊の製造が早くなるっていうやつなんで、こっちもね、あのどんどん攻めてく感じでないと勝てない感じなんですよね。こっちの方が艦艇の製造は早いはずなんで、相手のとりあえず港を壊して、そしたらドローンをもう一個作って、作った？相手のね、港を許すわけにいかないんですよ。相手の港を徹底的に破壊しないといけないんで、もうちょっとで相手の港が破壊できる。そしたらね、今ドローン6個でしょ？だからフリゲート艦を作って、フリゲート艦を何隻も作るわけ。ここにフリゲート艦を何隻もストックしといて向こう相手が単装砲作ってるでしょ。そしたらこっちは、こっちも単装砲作るね。よし、まだここのフリゲート艦のストックがなくならないようにして、今度はここ単装砲作って、このフリゲート艦のストックがなくなってきたらフリゲート艦作ります。またあ、でもなんか勝てそうですねこれ。あ、勝てましたいやー、この面ね、7、8回はやったと思います。ずーっとね、相手に攻められるんですよ。で、防御が追いつかない面で、今までで一番難しかったですね。それでは終わりますね。ご視聴ありがとうございました。